の空を貫いて地球を打った雷槌は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロス、マクロス、惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。Will love me tomorrow。 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星。マクロス、マクロス、マクロス。グローバル艦長は艦内5万6千の民間人を降ろすべくマクロスの威嚇飛行を指示した。しかしゼントラーリーとの戦闘の際、制御不能となったバリアの暴走が敵艦隊のみならず地上の都市をも消滅させてしまい、マクロスはさらに苦しい立場に追い込まれた。一方ゼントラーリー機関艦隊でも新たな動きが起こりつつあった。信じられん。もう一度今の映像。報告によると地球方面に派遣した者たちの間に混乱が生じているらしい。それにまた新兵器が現れたようだ。彼らを相手にするのは難しいでしょう。で、私へのご命令とは？もう一度地球へ飛べ。やはりここは経験者を必要とする。お前の到着まで行動は控えさせてやる。閣下。何か？私にアドクラスの艦隊を預けていただけますか？必要と思うのか？近い将来どのような事態を想定した場合でも。よかろう、許可する。はっ。ブリタイアアドクラス艦隊司令。まだ何か？口の聞き方が存在になったな。閣下の思い過ごしでしょう。いかがでした？アドクラスの艦隊を引き連れあの星系へ飛ぶ。ほう、すると1200隻の艦隊で。うん、ボドルザー閣下のやりようはよく心得ているつもりだ。200隻でも少ないかもしれない。なるほど。全艦作戦中域にフォールド準備。全艦フォールド体制。座標パターン機関に同乗。フォールドポジションへ移動せよ。フォールドカウントダウン開始。特にトラックが通るな。またどっか行くのかな。私たちは死んだことになってるんだって。
へえ、じゃあどこの国でもない幽霊市民ってこと？それでもいいんじゃない？私たちこの船に慣れちゃったんだもん。マクロス人だもんな。柿崎健一様、よしみ様、ご子息柿崎駿少尉はオンタリオ自治区上空における戦闘に隊長、ちょっと出よう。何してたんです隊長。隊長はもうよせ。柿崎のご両親への正式通知だ。ついこの間特進で少尉になった僕がなぜ一月もしないうちに中尉で小隊長なんです。それを言ったら俺だって中隊長じゃないか。何しろ統合軍から回されてきた補充のパイロットと来たらほとんど俺たちよりひよこばかりさ。隊長の経験なんてありませんよ。マックスならやれるさ。もう補給も終わったようですね。あれは統合軍の装甲用ヘリですね。一体何だろう。だいぶ偉い人らしいな。あの話本当でしょうか。地球を追い出されるかもしれないってやつか。苦労してようやく戻ってきたのにな。これが見納めですかね。飯ができたぞ。今日はなんだ。ビーフシチューだ。そいつはごちそうだ。あ、リン・ミンメイの歌だ。いつ聴いてもいいな。よっしゃ、こっち。今日のコーヒーはブルマンだよ。やったね。今日のは肉がたっぷりだ。俺の料理も捨てたもんじゃない。また食事時に聞く民名ちゃんの歌がいい。ところで、ところで、あの鹵獲したリガートなんかで帰れるのか。コクピットを分離して飛ぶんだ。もう準備はできてる。そうか、あとは合図を待つだけか。ディスコ楽しかったな。ディスコ、ミンメイちゃんもいいけどキムちゃんも可愛かったな。俺はシャミーちゃんだ。やあね、なんてさ。もうバネッサちゃんとも二度と会えないかもしれないな。艦長、失礼します。うん。旧統合軍総司令部は機関に対し艦内民間人の保護処置とともに命令書到着時より24時間内の地球圏外出撃を命ずる。命令が実行されぬ場合には攻撃も。グローバル艦長早瀬隊員、やはり地球外出撃命令が来たよ。Thank you.
艇が出る覚悟はしていたが、マクロス5万6千の一般市民をも巻き添えにしなければならないことが。お察しします。テレビ局に連絡を取ってくれたまえ。はい。こちらブリッジ。グローバルだ。補給は済んだかね。はい、完了しております。クローディア君、執行用意。え？執行用意だ。イエスさん。執行用意。やっぱり噂は本当だったのね。大都市一つ丸々消しちゃったんだもんね。だってあれはしょうがなかったんでしょ。問題は一般市民よね。もうすでに死んだと思われてるのに、こうなってはどこも受け入れてくれないわね。各セクション最終チェックを急いで。うん、早瀬隊のお父様って総司令部の偉い方なんでしょ。なんとか。ああ、ミサに行ったら承知しないわよ。チェック急いで。はい。シグナルマーク、エンジン始動、発進。行くぞ。レーダールームよりブリッジへ。月裏側に多数の重力波検出。ホールドエコーと思われます。あ、艦長、月方向に重力波探知。ホールドか。そうです。モニターに出してくれ。数を割り出してくれ。イエスサー。やだ、また新手の敵かしら。ごめんなさい。本艦上空、急上昇する未確認物体あり。マクロスから発進した気があるのか。いえ。大気圏外より急速に未確認飛行物体降下中。先の飛行物体と合流します。バルキリー隊 B 号配置。再度重力波検出。前回より多数。この規模からするとさっきと合わせて少なくとも1000隻ぐらいが。こっちは一隻、何隻来ようが変わりないじゃない。やだ、これまでだって千隻はいなかったのに。騒がない、やるっきゃないの。本部でも当然探知しているはずだが、何か連絡は。今のところ何も。完全に見放されたな。どうして。あわよくばこのマクロスが沈められてもすれば、かえって交渉のきっかけができるとでも思っとるんだろう。帰ってきたな。帰ってきた。ラプラメズ直営艦隊司令につながりました。ご苦労だった。これより任務を引き継ぐ。たかがマイクローンの船一隻に大層な数を引き連れてきたものだな。その小舟にだいぶ手を焼いておるようだが、ミリアの剣とか。言うな、そちらの手並み見せてもらおうか。手並み、今は何もせんよ。かっか。失礼、用事ができた。ブリ隊、何を考えている。さてな。三人はすでに通常隊に戻っています。
聞こう。三人はマクロスでの経験を先を争って話し始めた。ここにあるものは彼らの文化とかいうもののほんの一部なのです。軍人以外の人間がいたりもします。これはテレビといって彼らの言う娯楽なるものに使用されます。娯楽といえば大勢で一人を見て楽しむこともあります。彼らは実にうまく艦内を改造しています。それに我々にはわからないものまで付け加えています。彼らには大勢の人々の集まるところがあるんです。ここでは人々は自由勝手に動き回っています。おまけに彼らは男と女が常に接触しているのです。それがちっとも危険ではありません。いえ、かえって気持ちがいいのです。三人の報告は泉のように尽きず、ブリタイとエキセドルは驚きをもって聞くほかはなかった。いや、もういいもういい、キリがない。どうだ。はい、私も行ってみたくなりました。大変興味をそそられますな。お前に行かれては困るが、報告だけは送らねばな。報告を至急まとめてくれ。下がってよし。はっ。ほっ。お前たち、全部提出したのか。貴様こそ。じゃあ内緒で持ち込んだのが全員か。出してみるか。テレビだろ、プレイヤーだろ、それに民命ちゃんの立体ディスクと。そんなもんまでよく隠せたな。人のこと言えるか。俺なんか民命人形だぞ。どうする。他の連中にも教えてやりたいな。下手すりゃ消去処分だぞ。食ってみろよ、ほら。初めてだ、こんなの。いいか、これはな、キャンディーって言うんだぞ。すごいな、こんなもの初めてだ。これは歌というんだ。何か不思議な。3人の持ち帰った土産物が簡単の目をもって迎えられ、下級兵士の間に広まるのにさして時間はかからなかった。マクロス上院並びに艦内の全ての人々に重大な決定をお知らせいたします。地球機関2台、市民の皆様の上陸許可を統合政府及び統合軍に再三再四要請してまいりました。良好な返答は得られませんでした。何だおい。この際、端的に申し上げます。統合軍総司令部はこのマクロスに地球外出撃命令を出しました。24時間以内に命令を実行せぬ場合は統合軍は攻撃を辞さないと申しております。なバカな、地球は我らを見捨てたんか。我々は地球と戦えるはずがありません。マクロスは補給を終わり、出発準備はすでに整っています。今こそ皆さんの協力をいただきたい。地球が再び我々を受け入れてくれるその日を待って、その日の来るまで、その日はきっとやってきます。それまで我々は生き抜く努力を惜しまないつもりです。マクロスの一般市民の皆さんにはなんとお詫びをしていいか。皆さん、私は政治とか軍隊のことは分かりません。
だけどここはずっと私たちが暮らしてきたところです。私たちはみんな仲間でしょ。マクロスには私たちの町もあります。これまでだってやってこれたんだもの。きっとこれからだってできます。マクロスの人たちって家族みたいなものだったものね。艦長さんたちも一生懸命努力してくれています。いつかきっと戻れると思うんです。いつだって希望はあります。みんなそれまでですから皆さんですからマクロスがこのマクロスが家でありふるさとなんだと思うんです。いいこと言うわ、ミンメイちゃんも。今度はワテヤの番や。一致団結してマクロスが帰れるようにせにゃ。そうだ、大丈夫だよ。マクロス出航スタンバイ。定位置について。メイン管制システムオールグリーン発進警報。重力制御レベル上昇。艦隊浮上開始。レベルマイナス 0.2。異常なし。反動推進機関始動。水力マキシマム。私たちは今地球を離れていきます。この放送は地球にもオンエアされています。その地球への思いを込めて歌います。星の砂の満ちる海、暖かい日を照り返す小さなオアシス。我が故郷緑の地球よ、いつかきっと帰るだろう。だからそれまで姿を変えず、民命にはすれ違いの日々が続いていた。そんな折、民命と海軍の主演する映画が完成した。プレミアショーの日、スクリーンを見つめる光の心は揺れる。次回、超時空要塞マクロス、ミクロコスモス。もう追いかけはしない、君の走る影の後。人は誰も走り続ける、ゴールはまだ見えない。今日の次に何がある、明日の先に何がある。遥か